X-Men VS ストリートファイターセガサタン版とプレイステーション版を比較。4メガラムで移植度のいいセガサタン版、いろいろね削られまくりの問題ありありのプレステ版、見て聞いて比べてください。それでは動画スタート。まずは起動時間見ていきましょう。セガサタン来ました。はい、プレイステーションも来ました。懐かしいですよね、このセガサターンとこのソニーってやつね。はい、プレイステーション、そしてセガでございます。さあ、結構ここでね4メガラムの認識なのかな、セガドキドキするんですよ。黒い画面が結構長く続きます。はい、プレイステーション、はい、プレイステーションの方が早い。お、プレイステの方が早いのか。はい、少し遅れてセガサターン。さあ、こっからのロードでね、こっからのロードで時間がどう過ぎるかですよね。さあ、行きましょう。あ、プレステの方が早いのか、まさか。カプコン、いや、ここで抜いた、抜いた。50秒、セガサタン版50秒でございます。プレイステーション版は6秒、57秒、約6秒差、結構違うんですよね。はい、オープニング比較です。違いは、あ、違いがある。違いがあるんです。プレステ版アポカリが出てましたね。はい、それではね、戦闘までの処理速度の違いを見ていきましょう。はい、0秒、ここでプレイステーションロード入ります。4、5、はい、来ました。まだ来んのか、プレイステ。はい、セガサタン版頑張ってロード、あ、もう来た。あ、まだ、でもやっとプレイステそこかい。はい、21秒でございます。プレイステ版は、まだ、いや、もうこれ勝負決まんぜ、セガサタン。まあ、それは言い過ぎか。はい、プレイステーション来ました。いや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 、これすごいな。23秒、倍以上かかりました。さあ、次はね、ステージのキャラクターを見比べていただきましょう。はい、ステージ見比べいきましょう。ワンザヒルトップ、まずはこちらのステージの違いね、見ていきましょう。ヨガ人ね、木の上で戦うってやつですよね。ヨガファイル、ヨガファイル、ヨガフレイ。おお、ヨガフレイ。はい、こちらプレイステーション。はい、同時比較ステージを見てください。ちなみにプレイステーション版の方なんですが、交代ができません。いや、意味ねえじゃんとも思ったんですけどね、当時。X-Men VS ストリートファイターって交代ができんってどういうことよ。だから一番最初に選んだキャラでそのまま進んでいくっていう感じです。はい、マンハッタン比較。セガサタン版でございます。はい、チューされた。はい、ザンギエフ。はい、セガサタンとプレイステーション同時比較。はい、勝利。はい、次はこちらのステージ、レイジングインフェルノ。 Let's go, Bob. Ready, fight!
はい、セガサタン版から見ていきましょう。相手はベガ。はい、マグニート。はい、燃えてます。はい、勝利。はい、次はね、キャラの動きを見てください。ザンゲフ、大きさ微妙違う。はい、次はストーム。結構技のモーション違いますね。次はチュンリーでございます。はい、メガ。はい、マグニート。はい、そしてラスボス行きましょう。アポカリプス。まずはセガサタン版。はい、そしてセガサタン版、あ、これプレステ版ですね。はい、ドージ。あら、セガサタン版やられちゃいました。はい、勝利。そしてこれでエンディングかと思いきや、まさかのウルバリン戦パートナーと戦うことになります。さあ行きましょう。はい、まずはセガサタン版。トネロか、トネロか、発動機旋風拳、波動拳、ブロッカー、波動拳、波
はい、プレイステーション。はい、セガサタンとプレイステーション。はい、ということで勝利。今回は X-Men vs ストリートファイターをセガサタン版プレイステーション版を比較しました。皆さんどうでしたか？プレイステーション版ね、やっぱりね、ハードの性能の問題なのか、あのタックの交代ができないとかちょっと痛いとこがありましたけど、まあ、頑張って移植したのかな。やはりね、4メガラムの恩恵が強い、受けまくりでいい移植度だったセガサタン版が今やるならおすすめでも結構高いですよね。ということで今回の動画はここまで。皆さんの意見を聞かせてください。コメントよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイちゃん。Game over.